象徴石思調は、複数の鉱物種を総称する鉱物グループであり、アルカリ金属及びアルカリド類金属などのアルミの計算書を主成分とする三次元構造のテクト計算ジオの一種である。地殻中に普遍的に存在する鉱物で、最も存在量が多く、ほとんどの岩石に含まれる造岩鉱物であり、特に花崗岩には60%前後含まれ、 玄武岩にも50%前後含まれる。逆に、長石を含まない岩石はほとんどなく、そのような岩石は非常に得意な生成過程を経ている場合が多い。色のついているものもあるが、通常は白色である。モースコードは6から6.5、比重2.5から2.7である。化学蘇生によりいくつかに分類されるが、多くの種類の長石が互いに固用体を形成するため、 それぞれの単成分の間には化学組成が連続的に変化した一連の長石が存在する。象徴石はモースコード6の指標鉱物である。雇用体ではコードが若干異なるため厳密には単成分の象徴石が基準となっている。ただし実用上のモースコード6は仮長石であるとして問題ない。長石の一般式は458あるいは アシー2 o 8と表される。普通に酸する長石は、カルシー 3O8 のルシー 3O8 コルニ s イに、o 8の酸成分系のものであり、オアアブ系列をアルカリ長石と呼び、主に加工岩に含まれ、アブアン系列を社長石と言い、主に玄武岩に含まれる。アルカリ長石グループ。カリウムに富む長石は、カリ長石と言われ、小腸石、微射蝶石が含まれる。 火山岩中の調石のように高温で形成された場合は、サニリン、アノーソクレースになり、新生岩や変生岩中の調石のように中温、低温で形成された場合は、小蝶石、微射調石になる。射調石グループ。ナトリウムの多い発成分が蝶調石、カルシウムの多い発成分が肺調石であり、雇用体を形成する。かつては、 総長石と肺長石の間を配層長石、中性長石、相廃長石や肺長石に分けていたが、現在は独立種でない。カイケル長石はかつて独立種とされていたが、現在は否定されている。二酸化系素に乏しいマグマ中では、長石の代わりに霞石などが生成する。このようなものは順長石と呼ばれる。ありがとうございます。